マリオン・ロスはアメリカ合衆国の女優である。1928年、ミネソタ州カーバー郡に生まれる。もともとはマリアンという名前だったが、13歳の時に見た目がマリオンの方が見栄えするという理由からマリオンへ改名した。地元の高校へ進学するが、少ししてオペアとして同州のミネアポリスへ移り住み、同時にマクフェイルセンター・オブ・アートで演劇を学びつつ、同地区の高校へ通った。卒業する前に一家がカリフォルニア州サンディエゴへ引っ越すことになり、ロスも一緒にサンディエゴへ渡り、そこで高校を卒業した。卒業後はサンディエゴ州立大学へ進学。学内では学生演劇に参加し、1950年に卒業した後は演劇のサマーセッションへ参加。在籍中に彼女の演技能力が講師の目に留まって